獄門とは、江戸時代に庶民に課されていた6種類の死刑の一つ。残死刑の後、死体を試し切りにし、跳ねた首を獄門台に乗せて3日間見せしめとして、晒し者にする公開処刑の刑罰。教主、晒し首とも言う。不可刑として財産は没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。こうした刑罰は、平安時代後期から存在し、 平安系の左右にあった国の門前に斬首された罪人の首を晒したことが獄門の語源であると言われている。また当時は斬首した首をただ晒すだけでなく、ここで貫いて、京中の王子を練り歩くことも行われたという。以後も同様の刑罰は存在したが、本格的に刑法体系に取り入れたのは江戸幕府であったとされている。獄門の刑罰を科される犯罪は、 強盗殺人、主人の親類の殺害、地主や家主の殺害、偽の計りやマスの製造などであった。また、獄門に支中引き回しが付与されることもあった。1878年に、静岡県で稲入れが不倫を疑っている夫に殺されると思い、刺殺した罪で袋を示せ判決が下されたことを示す資料。なお、同年10月14日に、 大臣院により教師が確定された。そして、翌年には、袋を示せが廃止されており、いいね入れは、廃止前年に袋を示された、女性三人のうちの一人である。明治に至っても初期には、袋を示せとなお改めて引き続き行われていた。1871年、明治政府を激しく批判していた旧、米沢藩士雲井達夫や、1874年佐賀の乱の、 首謀者の一人である前、参議権司法教の江藤新平への処刑が有名である。また、江戸の刑法をもとに作られた仮刑律で袋を示せの対象となる犯罪は、強盗殺人や強制性交殺人、身内関係者と雇い先の主人への殺人だけでなく、死傷を伴わない強盗や身内関係者や雇い先の主人の母または妻への強制性交、 雇い先の主人に対する障害、脱獄、金銭や政府行員の偽造と人の命を奪わない、犯罪も引き続き対象となった。しかし、1870年12月に発布された、新律考領より、身内関係者と直人長官に対する殺人のみと制限される形となり、1873年6月13日に制定された改定律例では、 身内関係者の殺人のみとなった。そして、1878年6月、袋を示せの刑を廃するの件という疑害のもと、元老院会議が開かれる。さらに、この会議を開くにあたり提出された意見書は、河野戸釜によるものであり、河野は前述の江戸を新兵に対し、当時内務卿であった大久保利市道の意に沿うように死刑に近い形で、 裁判長として袋を示せの判決をした人物である。また河野はこの意見書を提出する以前に死刑執行方法を公死刑に限定するよ意見書を出している。この会議により袋を示せの廃止が認められ、1879年1月4日の明治12年大上官布告第1号により廃止された。廃止された背景には欧米列強に対抗するために、 中央集権国家を形成していく過程で刑罰の公開刑を廃止する必要に迫られたこと、異性者、知識人の間で大量の専決を伴う残首刑に対する嫌悪感と公開刑の一般予防効果に対する疑問が生じていたことである。なお、残首刑自体は1882年1月1日に施行された旧刑法により廃止されるまで残る。 教師を伴わない斬首が最後に行われたのは少なくとも当時の方に適法であった状態では1881年7月27日に市ヶ谷監獄にて強盗目的で一家4人を殺害した岩尾武次郎、川口国蔵の二人の死刑執行が日本法制史上最後の斬首刑であるとともに山田浅上門による最後の斬首刑である。また、 事実であるか定かではないが、旧、刑法施行後の1886年12月に、青森の亭主殺し事件の加害者である幼い墨と、小野長之助の公開暫止刑が、青森県弘前市の青森監獄前で行われたのが、最後であるとも言われている。このことが事実である場合、この二人の死刑執行は事実上の暫止刑の最後で、あるととともに、関係による日本国内における、 一般刑法犯に対する最後の非合法の死刑執行かつ公開処刑であると言わざるを得なくなる。中国では、フクロウは親鳥を殺して食べる鳥と信じられており、親不幸、不義の象徴と見られていた。そのため、フクロウを殺して、残首し、木に吊るすという習俗があった。また、フクロウという漢字も、木に吊るされる鳥を表している。転じて首を切ること、首をさらすことを、 教師と呼ぶようになった。首を晒すだよ、極問題と言い,い、高さ六尺の第二五寸釘を二本下から打ち、ここに首を差し込んで周りを粘土で固める。夜は、首が盗まれたり、野犬の類が持っていかないよう桶を被せ、数名の否認が火を焚いて根津の晩をした。極問題の横には罪状を書いた捨て札が立てられた。時代劇のセリフで、 三尺高い木の上に乗ることにという場合があったが、一尺分の高さが不足している表現であった。木の上からは、国問題が木造であったことによる、ありがとうございます。